はいどうも。新エビル野手環境によりスタボが下がってしまい、あれ残留結構きつくねってなってる男ミストです。はい、すいません、大変お久しぶりのね動画投稿になるんですけども、早速やっていきましょう。本日はですね、14時の更新で目指せパワプロの頂点というのがね始まったということで、こちらを早速やっていきたいと思います。こちら何なのかと言いますと、通常スタジアムで歴代のパワプロチームが出現というところで、撃破ゲージを出るようにすると撃破できると。で、撃破するとどうなるんだろうな。撃破ポイントがお題のスロットで決まると、ヒットを打つだったり、ホームランを打つだったりあるんですかね、これは。はい。詳しい遊び方見ていきましょう。はい。おー、大量水産高校とかやばいっすね。これダニーランドとか決まってるんですね。暁ドラフト連合、やばい。第3が、うわー、熱いっすね。ぶっちぎり大学、ドリル電機、極悪ヤンキーズ。第4ラウンドが、スルメ大学、ドスコイ酒造、頑張れ、パワフルズ。やばくねこれ。最終ラウンドが、最強大学、黒石重工、エッドエンジェンス。ということで。これ熱いな。これも、イベキャラ実装フラグ、ビンビンじゃないですか。はい。お題スロットが発生します。お題スロットでは、特別ルール、お題。大の倍率を決めますと。お題に沿って活躍すると、ゲームポイントがドーンとアップ。大チーム選んだ場合、手間操作が野手のみになり、8回裏から3打席を連続で操作すると。一気に試合して、複数枚消費があるということですね。消費者試合チケット枚数分、ゲームポイントを送ります。おお、じゃあ複数枚消費した方がいいという感じです。やばくねこれさ。報酬を見ていきましょうか。はい。メダルが基本的にもらえるっていう感じですね。さらに、ラウンド突破報酬、こちらもありますよ。いやー、ありがたい。R 大ジャパクスと PR 大ジャパクスと SR ガチケももらえると。これも普通に両イベですね。普通に両イベなんで、いや、ちょっとワクワクドキドキを噛み締めつつ、まずは初日、大量水産高校からやっていきましょう。なんか似たようなイベントがなんかなかったっけ？ワールド高校かなんかさ、なんか出なかったっけ？なんか撃破ゲージを稼いでいくみたいなの。はい。あ、これやった気がするわ、なんか。前あったよね。はいはいはい。これホームランが良くない？あ、引っ張りにヒットとかあるんだ。あ、そういう感じで、ね、ヒットだけで、ヒットの方向によって倍率が決まると。ちょっと250倍を目押しで射抜いていきましょうか。いや、任せてください。ダンジョン高校をずっとやってた私、これくらい簡単です。行きましょう。OK、見えたわ。ここ！あー、惜しい！くそ。あ、複数枚消費は5月19日からなんですね。了解しました。まあ、引っ張りならまだ楽な方じゃない？ただ、撃破ゲージ。うわ、マジで来るじゃん。松崎。こいつカーブしかないんですよね。懐かしい。伸び重い球、逃げ球。まあ、懐かしいっつっても、私、パワーフェス、パワープロ2017、18のね、パワーフェスでしか知らなかったんですけど、いやー、ちゃんとイベキャラとして出てくるのは熱いっすね。まあ、引っ張っていきましょう。これボールでしょう。意外とストレートが、こいつ速いんですよ。で、撃破ポイントを稼いできつつ、まあ、3打席、9回ラもできるのかな？いいね。いやー、80倍ミスったな、ちょっと。ただこれ、9回裏操作できるってなったとしても、サヨナラ勝ちになっちゃうんだよね。くっそー。倍率、大事ですね、これ。絶不調だからな。今の1球逃しと痛いな。あー、ダメか。これ9回裏いける？あ、いけないんだ。8回裏の3打席だけっていう感じですね。しかもこれまたさ、スタジアムのさ、ハイスコアがガンガン出そうな予感がしますね、これは。はい。
さてさて、次は連々高校見ていきましょう。つっても連々高校は葵ちゃんすら中継ぎなんで出てきてないですけど、マネージャーでね、七瀬はるかだっけなっていうのはいるんですけど、その子が結構強かった印象はありますね、昔は。いやー懐かしいな。さっきちょっと狙いすぎて、ドンピシャで狙いすぎちゃったんで、手前で押してみましょう。ここ。おっしゃ、完璧ですよ。これですね。これが、ダンジョン高校を、約2年余りやってた。2年は持ったか。私の実力です。これが私の実力です。ってか。意外と連々高校相手もあれか、苦戦するか。これハイスコア結構難しいパーティーですね。なんやかんや点取られてるしね。さあ葵ちゃん、悪いけどフェードアウトしてもらうぜ。全然違うぜ、減りが250倍半端ないな。変化球のみ投球といってもね、まあまあまあ、マリンボールなの全然打てちゃうんだけど、下手だな。あと1本で終わりか。カーブはちょっと難しいんで、マリンボールを打っていきたいですね。ただ、OKOKOK。そのマリンボール、冷静に見極め。いや、カーブきついな。カーブきついんですけど、この強化ガラスを使ったバッティング !OK。いや、マジでね、先日紹介した強化ガラスによって、バッティングが安定しております。いやー、前だったらあんなカーブ打てないっすよ球種が分かってるとはいえど、もうちょい待ちたかったな。挑戦状をもうちょっともらいたかったんですけど、一気に連々高校を撃破してゆーくで、メダルですね。ありがとうございます。まあどうすんならあれですね、大量水産も倒していきましょう。一日一ランドなのかな、ちょっとそういうところもね、見ていきましょう。さあ、目押しを発揮していきますよ。またしても。またしても私の目押し力、刮目してってください。いきます。こっ!いやー、一個ずれるんだよな。まあ、ちゃんと打てば、撃破できるでしょう。三打席ちゃんと打たなきゃな。いやー、カーブ投げられたら辛いんだよな。オッケーオッケー、ヒットヒットヒット。ヒットじゃ減らない？あ、まあ減るね。オッケーオッケー。ストレートは確実に、ただって外角だときつい。外角だときつい。カーブきつい、カーブきつい。入んねよ。オッケー。ストレートをぶち、いやー早いんだよな。オッケー、完璧。あと1本ですね。ここで決めたい。うん、無理、これは無理。確実に、確実に打つよ、打つよって言っちゃった久々の実況で滑舌がオワコンなんだけど、滑舌が世紀末なんですけど、許してください。オッケー。これで今日の分は終わり。引き分けだったけど、はい、第一弾突破で持って、ありがとうございます。ああ、やっぱりそうですね、毎日更新されていくという感じになっておりますと。いやー、なかなかの良いイベントですね。毎月、毎月じゃねえよ。毎日って言ったばっかじゃねえかよ。毎日安定した報酬がもらえると。もう一度おさらいいたしますと、まあ、報酬を見ていきましょうか。これ、累計撃破ポイント。これ見るの忘れてました。これでも、目玉報酬で言いますと、転生とかないの？カロリーバーがちょっと言いましたね。ワンちゃん、天才。ありますね、ちゃんと。これがメインになるかな？あとは銅のきらめきごっこか。なるほど。まあ、無難にね、
誰しもが楽しめて安定した報酬をゲットできる両イベント、そしてこの出現するチームによってね、懐かしさにも浸れて、なおかつコロナ禍の誰かがね今後実装されていく可能性もあると。いやー、自分ででもスルメ大学なんても定めない、もう全員出てほしいですね。全員出てないよね、まだ。九州とかザンスとかサルとか、出てないですよね。ドスコイ社長は田村でしょ。頑張れパワフルズ。もう福屋さん、マジ出てほしい。最終ラウンドで行くと、最強大学が、あと、白井とかか。白井と酒井。黒井重工は、もう、社長、部長。レッドエンジェルスは、マイルマン、バンガード。そのあたりですよね。第3ラウンド、ぶっちぎり大学が、あれだね、大攻撃のところだから、非道。非道とか。ドリル電機は、松倉。松倉っすね。コウモとは出てるもんね。で、極悪ヤンキーズといえば、皆さん、バンドゥですよ。バンドゥと、ハンダ。いやー、めちゃくちゃ来てほしいですね。本当に。高野とかね。第2ラウンドで、ドラフトはもう、ミッキーとかか。ミッキーとか結構マイナーだけどな。はい。で、まあ、さっき出た松倉とかか。あ、松倉じゃねえや。もうドラマ、タイラー水産の、ピッチャーの忘れたわ。なんだっけ。いや、お前は出ることないと思うからな。はい。っていう感じでね、非常に、懐かしいキャラも出てくるということで、まあ、試合チケットね、5枚あれば十分だと思うんで、はい。毎日コツコツやっていきましょう。という感じですかね。今日来たガチャに関してはもう、する安定だと思います。はい。ちょっと今の環境ではね、疎遠となってしまったキャラクターが多いので、ここは安定のスルーでいいかなと思っております。はい。まあ、厳選辛いですけどね、作品40ですけども、まあ、ちびちびサクセスやって、まあ、自分で言うと、もうすぐ、ヤシキャラ全員 PG になるんでね、そこを目指してやっていきたいかなと思っております。はい。まあ、私はリアルで言うとね、ちょっと、まあ、パワープロのサクセスもあるんですけど、ちょっとね、いろいろとリアルが今バタバタしている。仕事以外にもね、恋愛とか、いろいろ、ちょっとバタバタなんで、はい。まあ、マイペースになると思うんですけど、動画見てくださると嬉しいです。はい。では、今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と、高評価のとお願いいたします。はい。では、失礼いたします。See you!